林間学習みたいなのを、なんか修学旅行とかいいな、なんかチャレンジとかミッションとかいろいろあって挑戦挑戦。今回のリアリティはどうなるでしょうか。2分のリアリティお楽しみに。ニジュスカウト。先生、先生、私たちは二重スカウトの名誉にかけてルールを守り行動することを誓います。ルールを守り行動することを誓います。1. ルールをしっかり守ります。1. ルールをしっかり守ります。2. チームワークを大切にします。2. チームワークを大切にします。3. 全てのミッションに最善を尽くします。3. 全てのミッションに最善を尽くします。二重スカウトへの入団おめでとうございます。2泊3日の間メンバーとミッションを遂行し協調性を養いましょう。養いましょう、グループミッション、チームミッション、個人ミッションが用意されています。ミッションに成功するとバッジが与えられます。すごいすごいすごい、何だろう、5つ揃うと二重スカウトを卒業できます。よし、退団式までにバッジを一番多く集められたメンバーは二重スカウトの MVP となり、賞状とプレゼントをもらいます。頑張ろう頑張ろう、よし欲しいね、頑張ろう。関係したら走んなきゃいけないじゃん。運動会ってこと？あ、そうだよ。ちょっとやめて。待って待って、氷もあるね、氷。氷、雪？雪で遊ぶ。雪が？アイスケート。あ、絶対楽しいよ。シャー。みんなが一番楽しみなのはあの食べ物。食べ物。え、それな？食べ物しか目いかん。楽しみ。なるほど。わあ、楽しみです。すべてのミッションに最善を尽くします。ドキドキ、どうぞ。ワナワナワナ、テイクビクトナーテイクビクトナーナーズセ、はいチーズ、예쁘게찍어주세요。何そのポーズ。ハナーズチーズ、はい、オッケー、ダンドーズ、はい、あ、あら緊張するこちらの瞬間、ランダムピックでございます。ちょっと緊張する、ちょっとミーラ分かっちゃうからさ、こグデンデンデンデグデンデン、じゃん、ちょっと待って待って、
三人は誰だ。はい、チョヨ。チョヨ。せーの。私たちのチーム名はせーのアニマルズです。動物がモチーフなメンバーが多くて、パッチョ、ウサギ、犬ということで頑張っていきたいなと思います。私たちのチーム名はせーのひよこです。私がひよこっていうのもあって、まあ、すごくひよこって可愛いかなと思ってひよこ。私たちのグループ名はせーの幸せクローバーです。そう、理由は私たち結構よく笑うので、ちょっと幸せを笑顔で届けたいなっていうのと、私の衣装も衣装もちょっとなんかクローバーみたいだなっていうのを話し合って最初のミッションは T シャツ作り。時間は20分、はい、ちょっと短いですけど、まあ、みんなでいい感じに作っていきたいと思います。ではスタート。はい、やっていきましょう。ねね、ごめん、Z さ、キラキラもう一つもらっていい？キラ、はい、スマホ、ありがとう。 OK、 どうしましょうか。いいね。アニマルズでこれやんな。うん、うん、いい感じ。ちょっと待って、ニナ G だけめっちゃいいよいいよ。え、みんな綺麗やで。綺麗だって。ピヨッコだからやっぱ黄色をモチーフにした方がいいと思うな。え、いいよ。じゃあ一旦私がもうひよこ描くよ。いつも描いてる。え、体つき？わかんないよ。ここら辺マスタック。まあこんな感じ。オッケーオッケーオッケー。引っ張ろうか。大丈夫大丈夫。適当に行けば可愛くなる。無言になってしまう。ね、集中してる、ね。集中してしまってね、もう無言になる本当に。え、めっちゃ可愛い。兄ちゃん。え、もはや私もみじなんだけど。え、これクローバーじゃない、これもみじ。これクローバーじゃない、もみじ。もみじ、私もみじ。パネルと思う。オブニョ、オブニョ、パーサー、オブニョ、オブニョ、じゃあなよ。チャムシマンニョ、ちょっと待って。バルゲーヘボクシラ。え、クローバーだけに4、5分かけてんの、うちらやばくない？え、でも可愛い。可愛い、可愛い。まあ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 。可愛いよね、ねねね、可愛いよね。本当に。え、チャムチマンニョ。チャムチマンニョ。わーイエーイエーイフェスミだ。じゃあアニマルから行きます。じゃあ私たちのチームティーを紹介します。まず正面から。じゃあ正面は結構割とシンプルで、でもなんかメンバーカラーとかメンバーの動物モチーフとかあったりして、で裏側がちょっとじゃじゃん、裏側このアニマルズの Z を。ズズ、すごい。じゃあ私たち幸せクローバーの T シャツはせーのじゃじゃん、じゃじゃん。えー、かわいい。えー、すごーい。すごーい。はい、かわいい。で後ろが幸せ。ここは個性出していこうということで。これは個性。幸せクローバー、イエーイということで、こんにちは。いいね。はい、私たちのチーム、ピヨッコは、はい。ピヨを描きました。ピヨコを描きました。で、ちょっとまあ個人的にね、もうちょっと足したいものを足してやって、ちょっと。裏には名前となんかその自分たちの好きなシールを貼って。え、このシールあったんや。そう、かわいい。え、ちょっと何か頑張ったんやって。自分的にひよこどう？はい、みんなすごいいい感じになって、うん、ある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 、センスあるやん。個性的なものができたんじゃないかなと思います。え、おっと、なんだ、燃えよ。燃えよ。わー、かわいい。
何？何？バッチ？今回のバッチ？すごい。おお。ここに。はい。すごい。みんな。どうぞ。どうぞ。ありがとう。はい、どうぞ。ありがとう。桜ももらいました。かわいい。つけちゃった。かわいい。ちょっといっぱい溜まることを目標に上の方につけました。おほー、最初のミッションがクリアー、クリアー、イエーイ、みんなで次のミッションも頑張って頑張ろう。もしかしたらご飯、お腹がペコペコです。いただきます。いただきます。いただきます。ふけすぎだ。私アーモンドが好きで、よくアーモンドを家でも食べるんですけど、うん、うん、おいしい、うん、おいしい。見て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 、見せられないね、ごめん、ちょっとなんか熱くて見せられないんだけど、こうパスタなの。パスタなんだよね。チーズ。リマどうですか？最高。私最近リマの影響を受けてめっちゃパスタ好きになったんですよ。うん。うん。超美味しいんだパスタ。オッケー。パスタチーズはあるのか。ね、めちゃくちゃ美味しい。マヌルパンやばくない？うまい、おいしい、マヌルパン。マイスタイルすぎる。この何、クリームチーズなのか生クリームなのか微妙な間ぐらいの、うん、ちょっと甘酸っぱい感じが、うん、ほう、家庭感ある料理だけど美味しくない、わかる？なんかおうちご飯みたいな。日本のさ、ガーリックパンってさ、硬くない、わかる？うんうんうん。クリームチーズ好きになったもん。わかる？みんな柔らかさ。着いた。どこに？二三日着きました。時計を選ぶ。落花生をじゃ。でしたね。うん、大好き、ヒョンガリュ大好きです、本当に。落花生ちょうだい。まこちゃんおすすめの落花生ゲット。落花生おいしい。って落花生が本当にやばい。どうしよう、落花生止まんない。落花生本当に止まんない。おいしいご飯をいっぱい食べて午後のミッションも頑張ろうと思います。今から私の予想で絶対体育祭があると思うんです。走る絵だったんですよね。運動は体力使うのでたくさん食べないといけません。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。よいしょ。ちょっと待って、もう終わり？ちょっと待って、ちょっと待って。うん、ごちそうさまでした。エピソード楽しめましたか？私は9人のメンバーのみんなとたくさんの思い出を作れて本当に楽しかったです。
次のエピソードもぜひ期待してくださいね。レッツゴー20カップ。これやばいわ。わかんないこれ。無理何これ。